皆さんこんにちは、エズです。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちら鈴木選手ピックアップしていこうというふうに思います。はい、鈴木選手ですね、ファイナルミキサーで極みで出てきてくれたというところで、もともとね育成してたやつあったんですけど、こっちを育成してきたというところです。出たやつをですね、まあ能力見ていきましょう。 OK78、 制球56、スタミナ62っていうところです。でまあ球種見ていくと、ストレート、カットボール、スラーブ、縦スライダー、高速スクリュー、シュートにカーブ、サークルチェンジというところで、まあ本当にね、まあスラーブっていうところ大きく曲がりますし、スクリューとかカットボール、シュート、結構使える球種多いのかなというところで、強いんじゃないかなっていう感じですね。まあこれにプラスして超対ピンチあるというところで、本当に強いのかなと。あとは切れ替えと対左打者というところでもしっかり能力を落としてくれるので、本当にこの球種がね2段階上がったらかなり強いのかなというふうにも思っているので、楽しみだなというところですね。それではサスクランクスでピックアップしていきましょう。どうぞ。はい、ではちょっと、負けてるんですけど鈴木選手投げさせていきましょう。かなりね相手うまかったのでちょっと抑えるの難しいかもわからないですけど、でまあタイピン出てないとさすがに出てほしかったですね。60%、これ歩かせてもいいかもしれないですね。おい、それ抜けるかいいね、タイピン。よし、タイピンでね変化量2段階上がってくれると。危ない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 で、やっぱりサーブが特徴的なのかなというところで、めっちゃ曲がりますね。まあさすがにフランか。こんだけ曲がってくれると、ここから曲げても、おーいいね、ボール球振らせれるといいっすね。いいね、いいね。いや、叩きセーフライト、まあまあまあ仕方ないところではありますけど、いやでもかなりね、さっき3点取られてましたけど、マー君で全然抑えれなかったんで、まあ、配球下手かも分かんないですけどその相手に割と無難に攻めれてるのかなと。まあまあまあこれは仕方ない、タイピン出てないと。いやーめっちゃ能力落としてくれますね、やっぱ左バッターだと。はい、いいね、いいね。意外とね右バッターも攻めやすいのかなっていうところって、こんだけ曲がるスラーブね、外角来ても打ちづらいと思うんですよね。とか言って打たれたらマジでごめんなさい。うわー惜しいけどな。まあ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 、でもなんか完璧に捉えられてるっていう感じではないので、本当にミートするの難しそうですね。ちょっと相手が上手いっていうのはあるかもしれないですけど、それ以外の球、スクリュー怖いか。あ、ボールか見えねえ。鈴木選手がねめっちゃホームベース隠してね、ストライクが見えないっすいやでもいい感じでめっちゃ抑えてくれましたね。危ない危ない、1点しか取られてないので、まあちょっとなんとか返していきましょう。本当に鈴木さん強いなって感じますね。はい、では2イニング目ですね。ちょっとやっぱタイピンじゃないですけどそれでも強いんじゃないかなっていう感じではあるんですけどね。マジで本当に左バッターの時のインコースが見えないおーナイス、いいね、危ない危ない。さあ大谷さんと、本当に見えないですねまあまあそこはいいとして、ああ、これは、あ、でもいいじゃないですか。あ、スタミナねまあまあいいと。はい、これ入ってくれるとスタミナないんでね。ランか、これボール球ならんかな。うわー、ちょっと曲がんないな、さすがに。どうしよう、作成。うわ、惜しい惜しいけど、もうちょっと投げさせますか。いや、さすがに怖いな。ギリギリ、これベストピッチ決めたいっすね。うわー全然曲がらん。まあまあさすがにね2イニングは無理かな。まあまあまあもういいわ、変えますね。
レフトに強い打球、ストレート打っていった、センター、レフトに持っていった、インサイド打った、掴んだ、待っているか、引っ張った、抜けた、セカンドランナー帰ればサヨナラ、土壇場で試合初球から超えるよ、惜しいけどサヨナラと。さあちょっとピンチなんで鈴木選手行きましょう。鈴木空選手がいいのかな、はい、行きましょう。そら、うん、でも安定のタイピン出ないっていうねおい、せっかくタイピンで出してるのにっていうところではありますけど、さあほんとにストライクわからんな、ここのコースね、頭がまあまあまあ、でもマジでタイピン出てよ、何のために出してるか分からんよ。あぶねー、どうしよう。ああいいね、スラブやっぱ曲がりますね先進国検証、タイピン出なすぎ、上げてるよね、さっき出てたよね、いいね、出てくれるとようやくですよ。スラブどんくらい曲がるかと、まあ、さっき見ましたけどね、はいはいはい、本当に曲がってくれますね。ちょっとこれは打たれる気がする、アップね、うおちょ頑張りすぎ、それはマジでもうちょっと見たかったよ鈴木選手。まあまあまあ、もう1イニング投げさせましょう。さあ鈴木選手2イニング目ですね、ちょっとタイピンではないですけど、普通にタイピンなくてもね、球種がね強いんじゃないかなと。ペゲロいいね、さ、うん、シンプルに強いよな、なんか本当に単体で強い球種も多いですし、スクリューとかね、いいね、これは詰まったですね。いやー本当にね、楽天純正は、うん、鈴木選手本当に必須って言えるんじゃないかなというところです。なんか松永さんとかに近いですよね、ちょっとツーシームとかなかったりしますけど、いやー強いですね。ではエンディングいきましょう。はい、では鈴木さんどうでしたかね。いやー本当にね、1試合目はめっちゃ本当に鈴木さんいなかったら負けてたなーっていう感じではありましたね、うん、本当にマー君じゃ抑えれなかったので、タイピンっていうところでね、うん、いやー強かったですね、そこはめっちゃ強いなーっていう風に感じました。うん、まあ本当にね、動画でも言った通り松永さんかなに結構似てるのかなと、タイプ的にはそういった感じで使っていくんじゃないかなという風に思うんですけど、うん、全然松中さんより強い部分もありますし、本当に楽天純正必須と言えるんじゃないかなというところで、また今後もねしっかり活躍してもらおうかなというところです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。では伊豆でした。